どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん、今回も見ていただきまして、ありがとうございます。さあ、今回ですね、こういったことをやらせていただきたいと思います。題して、私、島田が選ぶ、聞いて、本当に展開が衝撃だった、6話、選ばせていただきました。こんなことになるの？展開だったり、この方ってこんな話も持ってるの？もうね、いろんな衝撃がありました。どのお話も皆さん間違いありません。楽しんでいただけると思います。心の準備よろしいでしょうか。では、6話続けてお楽しみください。皆さん、怪談の世界を心ゆくまでお巡りください。これは実際に僕に降りかかったある奇妙な出来事、はい、でその奇妙な出来事があった後、そこからというものを奇妙な出来事が連続して起きていくっていう話なんですよ、はい、でこの事件がまず起きたっていうのが、まだ私の父親と母親が離婚する前、まだ僕が愛知県の名古屋市というところに、家族で住んでまして、でそこでいつもちょっとこう僕がですね、何かにつけて甘えん坊で、ちょっと寝るのにも、まだ幼稚園とかそれぐらいのレベルの時ですけど、離れて寝るのはすごくなんか怖がってとか、怖い夢を見てとかっていうのがこう結構多く続いたらしく、父親、僕、母親というこのいわゆる昔ながらの川の字の体勢になって寝ることがもうほぼ毎日のように続いてたんですよ、はい、で僕はいつものように川の字になって、父親、僕、母親という感じでこう寝てたんですね、でその時、これは全部後々僕がまだ、幼稚園の頃ですから、言っても4歳5歳ぐらいの話ですよね、明確に覚えてないし、はい、その時にどういうことがあったっての覚えてないけど、両親はもうとむちゃくちゃ明確に覚えてるわけですから、後々聞いたんですね、こんなことあったんだよ昔、はい、こんなことがあったからこういうことが起きてるんじゃないかっていうような推測につながっていくんですよ。何ですか？むちゃくちゃその日が寝苦しい日だったということで、僕がね、はい、でものすごくなんかこうグズ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 してるなって母親が思ってたらしいんですよ、でも電気消してもちろん寝てます、で父親も寝てます、ただいつもよりもよくこう両サイドにガン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 動いてくるなこの子とは思ってて、母親が、そしたらなんかこう、あーっていうようなうなり声までこう聞こえてくるようになったから、これまた純が怖い夢見てもうて、ちょっと夢の中でうなされてもうてるかな、でも昔の人がよく言うんですけど、夢を見てる最中でうなされてるとか言葉を喋ってる間に話しかけるなと、話しかけるとなんかどうなるみたいななんかあるじゃないですか、はいはいはい、で母親も多分そういうような感覚もちょっとあったんでしょう、しばらくこうほっといたらしいんですけど、あまりにもこの幼稚園である4歳5歳ぐらいの子がかなりうなされてると、これもうええ加減ちょっと何かヘルプで助けてあげなきゃいけないなって母親の母性で思ったんでしょう、はい、暗くして寝てますから電気つけて、ジャンって言ってもう起こしたと、もうこれあかんと思ったんでしょうね、ジャンジャンって起こしたんです。でその時にパチッともう僕が目覚めて、でそのうなりとかももう全くパタッと消えて、で何かこうキョロキョロとして、何かがなんかこうあったような、僕がですよ、意識はない、僕は4歳5歳で覚えてないけど、母親が見るには普段やらないような、なんかこうキョロ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 して、なんかよく分かってないような、ここの状況がよく分かってない、まさかこう3人でこう寝てる状況ですら理解できてないみたいな、そんな顔してたらしいんです、ほんで痛いみたいな感じがあったらしいんですよ、で何って言って親父も起きます、はい、電気つけられて、何や何があったん、で布団をかけて寝てますね、川の字ですね、で、布団3枚引いて寝てるんじゃなく布団2枚に3人寝てたんですよ、はいはいはい、なんで掛け布団も2枚あって、でその掛け布団を母親がなんかこの痛いっていう感じがおかしいなと思って体全体見ようと思って、その掛け布団をめくった瞬間に、僕この首の下から足のつま先まで全身に仏壇にある灰をかぶってたんですよ。全身に。僕のお父さんの
お父さん、いわゆる僕からしたらおじいちゃんの仏壇の灰、線香入れる灰が全部ここにかかってたんです。もう、ま、真っ白になってたっていうか、真っ白というかもう灰をかかってる状態ですね、そのいわゆる灰の白い、はい、ほんで痛い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 っていうような感じで言ってる。ほんでもうびっくりして、掛け布団をめくったら俺にかかってたんですよ。要は掛け布団がかかってる状態ですから、普通なら掛け布団の上ならまだしも、こぼしたんだったらね、こぼしたんだったら上です。はい、掛け布団をめくった時に俺にだけ全部かかってた。親父がもうびっくりして、仏壇が思いっきり走って確認した。灰の入れる、ね、器がバーンとこぼれてるんだったらまだなんか100歩譲って、この私がですよ、なんか寝てる間に何かでバーンと起きて、うん、何かもう無遊病じゃないけども、はいはいはい、夢の中で何かであってバシャンってやったな、でそれをまたその布団の中に入ったっていうようなこと、全く何もその周りにも灰も全く落ちてない状況、何にもなってない状況で灰だけがなくなってた。灰だけだけ、こう本当にびっくりして、何が起きてるんやと。誰もう漁師なんかで言ったらもう冗談抜きで何のことかよくわからない、ものすごいことが起きてるわけで、うん、布団をかぶった状態で子供が灰まみれになって、でもちょっと待ってよと、そのうちのお父さんからしたら、いやおじいちゃんがあんたのね、僕におじいちゃんがものすごい可愛がってたと、でお前をいつも背負って、いつも家の近所を散歩してくれて、もう孫なんやけどうちの子にしたいっていうぐらいずっとお前を可愛がってたんやと、もしかしたらそのおじいちゃんがお前を何か守ろうとして何かが危機があって、なんか信号を出したんじゃないかって親父はね、まあ、おかんもまあそれを信じるしかなかったというか、そうあってほしい、そうです、ね、何か変なことよりも守ってくれたっていう方になってほしいという意味で多分それを汲み取ったんでしょう。ただ一つ問題があって、はい、全身バーってかかってるように見えてたんやけど、実は左手だけはこの父親もしくは母親どちらかかな、体と体が左手がくっついたもしくは重なった状態になってて、俺の左手には肺がかかってなかったのよ。ほう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 、何かこれはもしかしたらうまいことどっちか両親のどっちかにこうかぶってたんでしょう、おそらく、うんうん、全くかかってなかったらしい。まあ、これを不思議かどうかというのは取るのも、もうそれよりもこっちの全身があるので、目はそっちの方に行ったんだけど、そっから小学校の1年生のお正月を皮切りに小学校6年生まで骨折4回大やけど1回全て左手なの。ちょっとごめんなさい、あの今こちらにあるこれはもうちょっとあの後でもしあれだったら見せますけど、小学校1年生の時の1月です。お正月の日に親戚一同で集まって、で僕よりも年配の方がもうたくさんいらっしゃって、一番いとこあのお姉ちゃんが僕7つ離れてるんですけど、もう一番下なんですね。とにかく遊び相手が誰もおらへんくて、おばあちゃんにお前も誰も遊び相手おらへんになったら雑煮の番でもしといてくれ言うて、ストーブの上にあの大きな雑煮の鍋があって、でそのストーブの前でずっと晩音してたんやけど、そんな小学校1年生のお正月で一人で晩音してもうじっと待ってられるわけないやん、はい、うわーってなって思いっきりなんかバーンって弾けたんよ、そしたら雑煮の鍋がバーンひっくり返ってここにひっついたんよ。でギヤーっていう声出して、今まで聞いたことない声出したから、正月でも酒盛りしてるけどもう白布になってもう急いできて、ただおかんはお酒入ってるから、でも自分の息子がここがベロンって皮がめくれてる状態、うわっと思ったやろね、思わずもう正月の冷たい中パーって走って水島の冷水をかけたわけ。かけたら刃元一緒やキューンなるやん、身が本当あかんのよ。あ、そうなんですか。冷水かけたらあかん、キューンなるだけやから。だからそれでももう熱いって言うてるから、もう急かけてもって急いで救急車乗って行って、ベロベロのおかん連れて、ほんならお医者さん来て、もうどうしますって、もうすぐ皮膚移植ですって、こんなもん絶対移植せんとダメですよ言われて、ほんであの豚のケツの皮かお母さんの皮膚移植になりますよ、二択になりますよ言われて、でおかん寄ってるもんやから豚のケツの皮と皮膚移植っていうのを混乱してもって、私のケツの皮使ってくださいって、ここにケツの皮がついたっていう話。まあそれはうん、はい、ちょっと急に今ちょっと今急ハンドル、うんうん、切った、はい、でもまあそれは話しとかなあかんなと、はいはい、それじゃない肺の話やから。そっからだから、その皮切りに小学校1年生の時に骨折、2年で骨折、4年で骨折、6年で骨折、6年の最後に次骨折したら腕切断ですって言われた。ええー、
何か取り憑かれてるんですか。そしてもう一つ、全く同じ箇所ばっかり折れるのよ。だから俺左手がもうまっすぐできないんですよ。あ、ほんとだ。ほんまに谷町ジャンクションみたいな。本当にこれ目黒で、目黒線で3号線から。いや本当に、いや本当になんですけど、すいません、分かりやすいんですけど、いや本当だ、谷町ジャンクションだじゃないんですよ。ほんで昔、俺もう45ですよ、小学校6年って 7歳8歳の時ですよ。あの骨折したことありますか。僕ないんです。あ、骨折したことない人には分からないと思うんですけど、昔の方法っていうのはもう手術してここ切り開いてつなげるっていうような方法ないのよ。まず普通に折れてたら看護師が2人肩持って先生が引っ張り上げんのよ。まずグーって、もうそれが痛くて痛くて、だからもうあまりにも痛ってなるから、おかんがもうやめてあげてくれっていうので、ほんとまっすぐ伸ばした状態でギブスせなあかんのに、やっぱりこう曲がったままの状態になって、ただこれを小学校6年の時に4回目でもう切断やでって言われた時に、おかんがそれを思い出したわけ、はい、お前そういえばこういうことがあって実は肺かぶってたんやと。でも左腕だけは確かに肺かぶってなかったんや、うん、それはお父さんと喋ってた。で お父さんがお前は守られてるんちゃうかっていうのでホッとしてたんやけど、守られてないところがあったのがここやったんやって。そうですね。俺もいまだにもこの話だけは、まあ本当に おじいちゃんが守ってくれ、もし肺をかぶってなかったっていうことを自分の中で考えた時に、俺ひょっとしたらもう亡くなったんちゃうかっていう。いや僕それ思ったんですよ、うん、ねえ、まだ左腕だけだったからいいけど、体の内臓とか胴体の方とか来てたら、うん、取り返しつかないことになったかもしれないです、ね、僕が寝返りを打ってかぶってたところが下半身だけとかだったら、もう上半身に俺はとんでもないなんか損傷を得たのかとか、ましてやこう頭のところがかぶってなかったけどそこは大丈夫。でもなんかそういうところも結構不安になってくるじゃん。そうですね、これからだってあるかもしれんし、首から上と左ですよね。もうそれが今怖くて怖くて、これ自分の中でしか降りかかったことじゃないので。いやすごいお話。でももちろんそれ以降は左腕の怪我もなくなってるんですよね、うん、小学校6年以降に、まあ、あの変な話環境がガラリと変わったんですよ、まあ、いろんな住む場所も変わったりとか、もう本当にあの家庭がごちゃごちゃになって夜逃げまでしなきゃいけない状態っていうのがあってから、急にガラッと変わったの。じゃあ一応なんかそのまあ呪いのようなものはもうその時に一緒に亡くなったって考えたいですよね。いやむちゃくちゃ細かいこと言うけど、深爪だ脱臼だっていう細かいとこ全部左、そういう爪がまた割れても結構左、右が逆にない、何にもない。右は僕もあの左の目が腫れたり左の歯がねあの痛くなって抜いたりとか、左の足をぐねったりとかって全部左の時があったんですけど、なんか意味あるみたいですね、右とか左とかっていうのは。やっぱあるんや、先祖の、うん、なんかこうおろそかにしてるとか、そういうことは左に出やすくて、男性ののは左で右が女性とかあるみたいですね。はあ、なるほど。もしかしたらなんかそういうのもあるかもしれへんから。そう、なんか昔耳なし法一って話あったじゃないですか、はいはい、ね、あの琵琶法師、ね、はい、琵琶法師でこう平家の霊が来るんだけども、うんうん、お経を書いてたら大丈夫だよって時に耳だけ書いてなかった、うん、だから耳持ってかれちゃったってありますけど、うんうん、なんか本当にそこだけ守られてなかったっていう、 そうね、その話思い出しちゃいましたね、うん、本当にこの部分で、まあ、逆に言うと命救われてたのかなという気もするし。いや救われたんでしょうね、おじい様が守ってくれてたんですね。そうね、だからそういうところが、まあ、また住んでた場所っていうのが桶狭間で、桶狭間の戦いの跡地なのよ。へ、僕住んでたとこって、でそこをいつも散歩してたのがおじいちゃんで、でお前はもう桶狭間の戦いでののね、の、まあ、いわゆるの今川と織田家ですよね。そうです、そうです。でその歴史がおじいちゃん結構好きで、お前はもう本当にみんなに愛される、みんなが明るいような子なんだから、お前はな武将で行くと豊臣秀吉なんやでって、豊臣秀吉みたいにな、みんなでな誰でも誰でもな、あの偉いさんのところになキャッ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 言うようなお猿さんみたいな感じでええんやええんよっておじいちゃんが言ってたらしいのよ。ほうほう。その、まあ、いわゆるそれが4歳5歳でしょ、その30年後に俺豊臣秀吉の役やることになるから、その時も前聞いてた話を俺来て鳥肌立ってたもん。俺だからその時は慣れたって上向いて言うだもん、おじいちゃんに言ったわけですね、報告。うん、だからなんかそのおじいちゃんが何かしらいつもなんかこう信号を送ってくれてんじゃないかなっていうのを思うね。守ってくれてるんですね。そうなのかもしれない、本当に。
ありがとうございます。いや、すごいお話。いえいえ、とんでもないです。正直そのね、小本さんだからちょっとこう怖い話ってそこまで怖くないんじゃないかなと思ってたんですけど、全然想像の上を行かれてしまいました。今日お話しさせていただくのは今からそれこそ15年ぐらい前に、はい、私まだこの三味線真ん中になって10年なんですけど、うん、その前はバラエティタレントをやっていて、でその仕事の一環でスリランカに行ったんですね。ほう、はい、スリランカから、まあ、あのちょっとしたクイズ形式でクイズを出題するみたいなレポート役で、なんか世界不思議発見的な的な、それのもっとバラエティ版でもうなくなっちゃった番組なんですけれども、でそのスリランカも結構ハードなロケで、うん、あの5泊ぐらい連泊で、あのいろんなところに移動しながら泊まっていくんです。でもちろんスリランカめちゃくちゃいろんな場所があるので、1個通っては移動して次泊まってっていう、で丸1日ロケするんですけど、毎回ホテルが違うわけです、うん、場所も。で1日目もあーなんか綺麗なおしゃれなホテルだな、2日目めちゃくちゃ古い汚いだけど、あの、まあ、疲れてたし普通に寝ました。3日目に起こったんですよ、また別のホテルで、はい、でそれはホテルではなく一人一つのコテージだったんです。でそのコテージもこのちょうどスタジオ分ぐらいのコテージが一人一個丸々、まあ、教室半分ぐらいというか、はい、でコテージとコテージの間はもう10メートル以上半径離れてるので、本当点在してるって感じなんですね。そういうことなんです。一つのコテージの周りはもうシーンとした、夜はもう闇です、真っ暗、真っ暗です。で、夜ご飯食べ終わってみんなで、じゃああずみちゃんこのコテージねって言って、でスタッフ、あの女性のスタッフのコテージ隣の、あの見えないと思うけど あちらへんだからって万が一何かあったらその女性のスタッフの携帯に電話してっていうことで携帯番号を教えてもらって、うん、でコテージに入りました。めちゃくちゃおしゃれで可愛いコテージだったんですよ、はい、綺麗だしおしゃれだし広いし、で一泊目も2泊目もそんなこと感じなかったのに、その部屋入った瞬間に、なんか怖い、なんか怖い、一人でいるの嫌だって思う気持ちにまず襲われたんですよ。だってすごく綺麗でおしゃれなんですよね。めちゃくちゃおしゃれな、綺麗でした、可愛いし綺麗だしモダンだし、でずっとその何か怖いっていう気持ちがずっと消えなくて、うん、お風呂入る時もそんなこと今までどこ泊まってもしたことないのに怖くてドアが閉められなかったんですよ。でお風呂もドア開けっぱなしで洗ってて、超ベタですけど洗いながらでもう完全なる気配を感じて振り返るぐらいの、もうずっと怖かったんです、はいはい、でこれはもう明日も朝6時ぐらいの集合だから怖いけど寝なくちゃ、そう思って、前回お話しした通り私真っ暗にして寝るんですけど、うん、その日は部屋の入り口の明かりをぼんやりとつけて、薄明るいオレンジ色のふわっとした光の中で眠りについたんです、うん、でどれくらい寝たのかわからないですけど、おばさんの怒鳴り声で目が覚めまして、うん、私のコテージのドアの真ん前で何語だか分かんないおばさんが、何で言うの、何で言うのってめちゃくちゃ怒って怒鳴ってるんですよ、うん、で私もすぐ起きて、あの机の上から携帯取ってスタッフに助けてもらおうと思ったんです。なぜならそのおばさんがドアガンって蹴って入ってきちゃったら殺されちゃうかもしれないし、ぐらいの剣幕だったんですね。もうずっと怒鳴ってるんです、あらららららららこれくらいの声ですよ、うん、でもうこの声で誰か来るか通報してくれるかっていうぐらいの声で怒鳴ってて、はぁってもう震えながら携帯持ちました。で女性にかけようとした時に、いや待てよと、これ女の人呼んで
スタッフ来る時にその女の人が何持ってるか分かんない、外国だしスリランカで拳銃なんか持ってて、もしくは大きい刃物でその女性のスタッフが何かされた時に私一生悔いって、ね、もうそうですよね、うん、いや待てこうどうしようと思って、でもスリランカの警察の番号なんか何番だよと思って、うん、どうしようと思ってとりあえず鍵開かないように一応ちゃんとかけたかどうか目視で見て、鍵閉まってると思って、で布団バッてかぶってちょっと横になって携帯持ってもうその女性の方の番号にして、もうかけるを押したらかかる状態で、どうしようと思った瞬間にそのおばさんが何とかやるかって言った後にお皿何十枚も重ねたぐらいのお皿をガシャーンって私の部屋の前で割ったんです、うん、バシャーンって割った瞬間にバチーンって何にも体が動かなくなって、え何これやばいって思ったら、そこのドアの前にいたおばさんがザッ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 ってコテージの周りを全力で走ってる音が聞こえて、うん、壁伝いにザッ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 って後ろに回ってきたんです。で私のコテージ、ベッドで壁で、上の壁にちっちゃいおしゃれな飾り窓の天窓が壁の上にあったんですよ、ええ、もう開けるようでもなんでもない、かなりこの天井より高めの上に、はい、でザッ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 って走った気配がもう見えてもないのに、もう脳にダイレクトにイメージが入ってくる、そのおばさんがうわーって壁登って天窓のそんなちっちゃいところから人なんか入れないはずなのに、そこからうわーって言いながら入ってきちゃったんですよ。え、そこ開いてたんですか、その窓は。開いてないし届かないし閉まってます。で鍵すらないんですよ、飾り窓みたいな、もうはめ込み式だからもう開かないですよね、はい、はい、そっから入ってきちゃったんですよ。で入ってきたと思って怖すぎて見れないんですよ、見たらもう恐ろしい姿だったらもう一生のトラウマになるし、ね、トラウマになるからやばいと思って目閉じたら、その多分おばさんですよ、ザッ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 って入ってきて、チッてベッドの横で、あいるどうしようと思ったら、へぇって言いながらベッドの周りをどうしようかなどうしようかなっていう感じで一周歩いて、でへぇって言いながら片膝グッて乗ってきて、うん、やばい乗ってきたと思って沈んでます。もう片方の膝がこっちに乗ってきて、ここで私寝てる私の上に馬乗りのような状態、膝立ちでなってる気配がもうここでビンビン感じるんです。で、何怖いと思ってここにいるけど目開けたら終わりだと思ってグーってやってたら、こっちに手グーって来て、はい、もう一個の手がこっちに来て完全に私にもう四つん這いで、はい、でもうここに人がよしようと思ってもうはぁはぁはぁってなった時に、そのおばさんが全然私が目を開けないからでしょうね、はぁって言いながら全体重かけてきたんです。で圧迫死する時ってこんな感じなんだっていう、ガーって重くなって、もうカッカッあっカッって、もう息がもう全く吸えなくて、うんうんうん、あっカッカッってなって体中の血管が押しつぶされて切れそうになる、あっカッカッってなって、瞬間にタッて体が動いてパーって目を開けたらスイーン何にもない恐ろしい、夢見てたんじゃないかって思う方もいるかもしれませんが、夢ではないんです。へー、はい、でもそんなグーってやられたらその後ここに跡がついてるとかは、跡は何にもなかったです。へー、はい、で次の日もう朝寝るまでに1時間以上かかったんですよ。夜中の時計見たら夜中の3時半ぐらいで、
でも集合の6時までまだあるから寝とかないといけなくて、でも寝れなくて、怖すぎて、もう全然寝れねえやと思って、とりあえずもううつろうつろしてきたぐらいにもう夜が明けちゃって、で朝ごはんで全員集合した時に、いや実はこんな出来事があって、めちゃくちゃ怖かったです、皆さんのコテージでそのおばさんの声とかどなたか聞いてないですかって言ったら、もうまあ誰ももちろんですけど聞いてなくて、でディレクターはまあまあもう鼻で笑ったように、まあ夢見たんで疲れてたしって言ったんですけど、2日間ぐらいずっとほぼ喋らなかった職人気質のおじさんのカメラマンさんがボソッと一言、もう部屋入った瞬間にさ怖いなって思ったんだろ、じゃあいたよ、あるよそういうこと、何にも不思議じゃないってボソッておっしゃって、はあはあ、っていう。何そのカメラマンさん、多分世界各国いろいろ行ってるからそういう体験普通にしてらっしゃるんだと思います。で多分その後にあの何か体験されたんですかって聞いたら、多分もうそんなこと話してもただまだあと3日間別のホテル泊まるから怖がらせるだけだと思うからいいいいって。まあ、ちょっとこれ変わったお話になるんですけれども、はい、以前僕が勤めてるこの階段バーに来られた女性のお客様、ええ、で年の頃が僕と同世代かちょっと上かなと40代前半ぐらいの方なんですけれども、ライブ終わった後にちょっとこうお話ししてまして、でふとね、ご自身でもそういう体験ってありますかって聞いたら、あごめんなさい、いや私ね、まあ、こんなお店に来といて言うのもなんなんですけど、私そういった体験全くないんですと、うんうん、で何だったら幽霊だとかそういう存在って信じてないんですっておっしゃるんです。ああそうですか、まあそれでもねそういう方って結構いっぱいいらっしゃいますよね、ただねこれ私自分で言ってても矛盾してるって分かるんですよ、分かるんですけどね、はい、私たった一回だけ妙な体験があるんですって言うんです。うーん、で聞いてみましたら、はい、この方はまあちょっとした趣味がありまして廃墟巡りをするのが好きなんだそうです。はあ、でも20代の頃から、荷物持ってね一人でこう日本全国旅して回ると、うん、でいろんなこの朽ち果てた建物を見て回るのが好きだそう で20年ちょっと前、まだこの女性が20歳そこらだったって言うんですけど、ある時大きなリュック背負って、東北地方を旅したんだそうです。はい、でまあ、いわゆるねこう人が少なくなってる過疎の村っていうのをね見て回って、ああこういうところはいい建物が多かったりするんだよな、いい廃墟があるんだよなと思いながら、さらにその奥に進んでいくと、もう本当にこの人が住まないような場所で、森までも行かないんですけどね、林までも行かない雑木林のようなところを一人ずっと進んでいったら、一軒の朽ち果てた平屋、日本家屋があったそうです。うんうん、でパッと見た感じ、この戦前から戦後にかけて建ったんじゃないかなという。でも雨戸にはね、こう板がはめてありました。はい、で入り口のこの引き戸が2つ外れて、正面から見ると家の奥までずっと見渡せる。あいいとこだなと、いい感じにこの廃れてると言いますかね、朽ち果ててるなと、でそう思いながら一人でこの家の中入ってみた。でこの女性、まずこういう廃墟に来た時に必ずすることがある、うん、建物の内部をぐるっと見て回って、以前この建物でどんな人がどんな生活をしてたかっていうのを想像するのが好きなんです。へえ、なんか思いを巡らすのが楽しいんですね。そうらしいんですね。はいはい、でまず最初に入った部屋、おそらくなんですけど子供が使ってた部屋じゃないかな、うんうんうん、まあちょっとそしてこのね子供用の読み物なんかが残ってて、でそこから察するに以前この部屋使ってたのは男の子と女の子の兄弟じゃないかなと、うん、でそんなことを思いながら次の部屋行くと、でその部屋っていうのが以前これ仏間だったんじゃないかなと、でそこから推測するのに、まあ、この部屋使ってたのはお年寄り、しかもおばあちゃんだったんじゃないかな、うん、でそんなとこから
まあ、この家にね以前住んでたのはお父さんお母さんで幼いお子さん男の子女の子とおばあちゃんの5人家族だったのかな。そんなことをこう想像しながら今度茶の間の方に向かって、はい、ともうやっぱりね時代が経ってますからもう建物全体非常に傷んでるんですけど、荒れ果てたこの茶の間の中一つだけ茶ダンスが残ってる。茶ダンス、ええ、はい。でこの茶ダンスの上に高さ30センチぐらいのガラスケースがある、うん、でこのケースの中に入ってるのが一体の市松人形なんです。でまあ家全体が傷んでる中で、まあ、ケースの中に入ってますからねこの人形だけは綺麗なまま残ってると、はい、でそれ見た時にあこの人形は以前ここで暮らしてた家族たちのこの幸せだった時間っていうのをずっと見てきたんだろうなと思った時に愛おしさが込み上げてきたと、うん、でもっと近くで見たいなと思って一歩近づいた瞬間にケースの中のこの市松人形がパチッとまばたきしたんです。え？で思わずうわって引いた瞬間、はあ、目が回ったって。え、誰の目が？この体験者の女性の目がこうぐるっと回る天井が見えたんです、はあ、であ私このまま後ろにのけぞって転ぶんだなって思ったんですけど次の瞬間ちゃんと立ってるんですよ。ええ、なんですけど1秒前と見てる方角が違うんです。さっきまで自分が背にしてた壁をじっと見てる。何これって思うけどすぐに理由が分かるんですよ。え、これ自分が市松人形の視点になってるんですよ。え、ただもう一つ奇妙なことがあるんですよ。1秒前まで朽ち果てたこの家の中朽ち果ててないんです。で目の前にちゃぶ台がありましてそのちゃぶ台を囲むように両親らしき男性女性でその隣に男の子女の子でこっちにおばあちゃんが座ってる。で声とかね音声一切聞こえないんですけどみんなでこうにこやかな笑いながら談笑して食事をしてる風景なんです。何これと思ってるうちに自分の意思じゃないですけどパチッとまた瞬きした、うん、と今までにこやかだったこの家族今度はお父さんお母さんがものすごい形相でお互いの胸ぐらつかみながらうわーと罵り合ってる、はい、で横では子供たちが悲しそうに下うつむいてポロ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 泣いてる。でおばあちゃんも悲しそうな顔してるんですけどまたパチ光景が変わる。今度この家族全員じーっと下うつむいてるんです、うん、とまたパチ光景が変わる。あっと思ったんですけど今度この家族ちゃぶ台を囲んで全員天井を見上げてる。あの仰向けなんです。はい、床に寝そべってるんです。寝そべってる、はい、その光景見た時に死んでるって思うんです。でおそらく外傷がないところから服毒自殺だろうな一家心中してるってのが分かるんです。でおばあちゃんだけがねその目線こっちをじーっと見てるというか目が合ってると。うわーっと思ったらまたパチ光景が変わる。元の朽ち果てた家の中なんです。ただじゃあ自分が元の体に戻ったかっていうとそうじゃないです。数メートル先の壁に向かってもう一人彼女自身の後ろ姿が見えるんです。自分の後ろ姿を見てるってこと。後ろ姿があるんです。え、私あれ何してるんだろうと思ったらその壁に向かって立ってる自分が首をグッと曲げて壁に自分の頭頂部をグッと押し当てる。そのまま首に全体重を乗せていくんです。なので首がぐーっと折れ下がっている。それ見た時にああこのまま行ったら私の首折れるって思った瞬間実際自分の首にズキッと激痛が走った、うん、で思わず痛いっていう声が出てふっと気づいたら自分がこの壁の目の前でうずくまってたんです。ですぐに怖くなって荷物持って、逃げたらしいんですけど、ただね六さんさっきも言いましたけど私幽霊だとかって全く信じてないんです。だからこの体験もきっと昼間見た夢白昼夢だって私信じてるんです。でもねこれも矛盾してるって自分で分かるんですけど、はい、私あの時にねなぜあの家族があんな末路をたどったのかその原因ってあの市松人形だってことだけははっきり分かったんですよ、っていう話を聞かせてくれたんですよね。ただまあこれが一体ねどういうことなのかもわからないですし、まあ一体ねその人形にどんな言われがあったのかな
ただの名人芸じゃないですか。すげえ。いや、ありがとうございます。実際、はい、その廃墟でご家族は自殺をされていたという家なんですか。なのかその家自体もね、後に調べたわけでもないのでどうかっていうのは不明ですけども、調べてみたら何かそういうことが分かってしまうかもしれないですね。そうですね。でも直感で分かったんですね、はい、この人形のせいで家族たちはそういうことをしてしまった、はい、もしかするとその本当は仲の良かったご夫婦も人形の何かそういう力によって仲違いをし始めて、家族がどんどんバラバラになってしまって最後そういう結末に行ってしまったかもしれないと、はい、そうなんですよね。まあ、一家離散と言いますかね、何があったのか、そんなお話ですね。それでは宝塚時代によく舞台の下の奈落というところで歌のお稽古をしたり、ちょっとこうセリフ合わせをしたりするんです。それで私が下級生の時にそういう歌のお稽古が奈落であって、それでみんなで歌のお稽古を上級生たちと一緒に奈落でして、でそこにピアノが置いてあるピアノ庫というドアを開けたらピアノが置いてあるところがあって、奈落に、はい、でそこも開けながらピアノも使いながらその歌のお稽古をしてたんですけど、はい、それでやっぱりお片付けするのも下級生なので、私は一番下級生だったので、まあ、歌のお稽古して、で皆さんが、まあ、舞台の準備に取り掛かるために階段上がって楽屋に戻っていって、で私ともう一人同期がいたんですけど、まあ、ピアノをこう閉めたりとかお片付けをしてたんです。でそこのピアノ庫の電気を消そうと思って、消そうと思ったら消さないでっていう声が聞こえてきたんです。女の人の声ですか。はい、消さないでって、え？って言って私も一瞬止まっちゃったんですけど、そこに一緒にいた同期もえ？っていう顔をしてて、二人とも聞こえてた、はい、で、え？今え消さないでって言ったよねみたいな感じで、もう怖くてその時は声も出なくて、でも私たちも舞台に出る準備をしなくてはいけないので、そのピアノの電気を消したんですよ、パチッて。そしたらまたピカピカって電気が勝手についたんです。うん、それでもうそれだけ怖くなって、パチッてもうバンってやってバンって閉めて奈落から上がったんですけど、はい、未だにそれその声は誰だったのかはちょっとわからないんです。へえ。その、まあ、ステージというか、はい、奈落のあるあたりっていうのは、はい、結構そういった現象ってよくある場所なんですか。そうですね、やっぱりいろいろこうお祓いはしていても、うん、やっぱり舞台で事故があったりとかしたこともありますし、そういういろいろなものを、まあ、見たっていう方もいらっしゃいます、ね。へえ。でもね、消そうと思った瞬間に消さないでって言って、はい、消したら電気つくってまたすごい話ですね。はい、なんかそうなんです。まあ一回消さないでっていうだけだったらちょっとえって思いましたけど、うん、まだまあちょっと空耳だったのかなぐらいで、その時は終わってたかもしれないんですけど、その後電気をやっぱり消したのにまたパンってつくって、誰もそこをその消した後触ってないのについたのは
あ、何かやっぱりあったのかなって、訴えたいことがあったのかなって思いますね。翔子さん、怖い話めっちゃ上手ですね。え、上手ですか。なんかもうすごいこう状況が見えるというか。本当ですか。でもあのなかなか怖い話はしないです。そうですよね、イメージ全くないし、多分初めてなんじゃないですか今回。そうですね、こういう状況でなんか怖いお話は したことないですね。もう一本、はい、お持ちなんですよね、はい、いいですか。これも宝塚時代になるんですけれども、うん、あのマンションを借りてたんですね、はい、自分で住む、うん、であのそのマンションに借りてた時にある日こう時間来て、あ、もう眠ろうと思って眠ってたんです。そしたら急にガッて体がもう固まっちゃって金縛りにあったんです、はい、でもうどうしても動けなくて、でどうやってもほどけなくて、でそしたら寝室の向こう側にリビングがあって、うん、でその寝ている、私が寝ている足元のそのリビングの方の左側の窓、14階なんですけど、はい、その14階の窓がカラカラって開いたんですよ、うん、それで風でカーテンがふわーってなって、そしたら足音が聞こえて、うん、入ってくる音が聞こえて、窓の方から、はい、それであのこう動けないから何が行われてるか見えないんですけど、あの確かにカーテンがふわっとなって、そこの窓というかベランダからこう入ってきて、でそこにこう小さい机が、卓上のみたいな机が置いてあったんですけど、はいはい、その上に私いろいろ物を散らかしてたんですけど、全部それがこう動く、動かしてる音とか触ってる音が聞こえてくるんですよ、うんうんうん、なんか物色してるみたいな、はい、こういう風に、でその音が聞こえてきて、それでうわこれ入ってきたって思って、でも姿は見えないし、でうわどうしようと思ったら、その足音がだんだん自分のベッドルームの方に近づいてきたんですよ、うん、それでその私の寝ている布団をバンって剥いだんですよ、はい、で私ものすごいその時はもう恐怖で、その一瞬剥いだ時にグーッてブワーッて解いたんです。金縛りを解いた、はい、でそしたら何にもいなくて、ベランダも開いてないし、え、まだ開いてないってことですか。はい、でもそっちのリビングに戻ったら、あの自分が机の上に置いてあったものは荒らされてるんですよ、うん、それは分かる、はい、誰かが触った気配があるっていうのは分かって、うん、でその翌日にたまたま母が私のそのマンションに泊まりに来ることになっていて、うん、で、あのその次の日に母が泊まりに来て、私の寝ているベッドのこの右の横で母が頭をこっち側にして寝てたんです、はい、で母がその日の泊まった日の夜中になんか息苦しくて、なんかしんどいし暑苦しいしと思って、あんまり夜中目覚めない人が夜中に目覚めたんです、はい、それでこう目覚めて、あーなんか寝苦しいなと思って、ふって
寝ている私の方を見たら、私がこう寝ていて、その上に白い女の人がこうやって座ってたらしいんですよ。上ってのは枕元のあたりにってこと？私のこう体半分起き上がっている形で座っているとか、長座というか。じゃあもう本当に翔子さんの上に。そうです。で正座して座ってるってこと？足は見えなかった。ただ白い光の髪の長い女性がこの私のここの上にこうやって座って、ずっとぼーっと前を見て座ってたらしいです。それで母もえっと思って、うん、もう一瞬怖くて布団にえって入ったらしいんですけど、でももう怖くなってこうやってもう一回その布団からかぶった布団から覗いたらいなくなってたんです。で後からなんか知り合いのそのちょっとこう霊感の強い方に見ていただいたら、そのベランダのところにあるそのクーラーのボイラーの上に女性が座ってるって言われて、はい、で多分その女性だったんじゃないかって。翔子さん、はい、このチャンネルのレギュラーになってくれないですか？嘘だろおい。本当なんで。嘘でしょ。すごいっすね。それでお酒とかお塩とかそういうのをベランダに撒いて、はい、お清めしてやれば大丈夫ですって言われて、それでそうしたら来なくなったんですけど。その日の翔子さんはなんかこう寝苦しいとか変な夢見たとかはないんですか？そうないんですけど、その日だけじゃなくて、なんとなくそこの家に帰ると人がいるような感覚はしてたんです。ずっとそういう感覚あったんだ、はい、でふっと黒いものが通って、あれ、あ違うかって思ったりとか、あれなんかそこに黒い、ああ違うかって思うことが何度もあったんです。へー。14階っておっしゃいましたよね。はい。その窓が開いてね、そこから人が入ってくるなんてまずありえないし、はい、でも足音が聞こえてきてとかね。そうなんです。で解けたらもう人がいなくなって窓も閉まってたってね。そうなんです。でもその紙とか、はい、散乱してるわけですよね。散乱はしてて、その物色した形跡はなんかあったんですよね。なんか探してたんですかね。それも怖いですよね。なんかもともとそういういわくつきの物件ってわけではなかったんですか？なかったです。私が借りた時はそういうのはなかったんですけど、でもなんか一回借りて次にまた借りる人が出てきたら、その物件はもう申告をしなくていいっていうのを聞いた。あ、よくね、そのいわくつきのね、事故物件であっても一人挟むと次の人はもう告知義務がなくなるとかって話聞きますよね。それかどうかでも分からないんですけど、私が借りた時はそういうのはなかったですね。ね、大島てるさんのそれこそね、サイト見た時に意外とそうだったとかあったら怖いですね。そうですね。そうなんです。いやー怖かったですね。そうですね。もうその時はまだちょっとなんかもう恐怖、うん、やっぱ動けないことも恐怖でしたし、うん、まあ母と一緒にそういう体験をしたっていうのはなかなかないことなんで、うん、いや本当にありがとうございます。いやでもこれ本当は喋ったのこれ初めてかもしれないので、今までの経験がここに生かされてよかったです。そんなこのチャンネルのためにそんなもう本当に光栄です。ありがとうございます。いや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 、ね。
近なんですけど、あのここに第三の目がチャクラがあるという、はいはいはい、聞いたことがあって、これを開眼させるといろんなもの、いろんな能力が、自分の秘めた能力が出てくるというふうに聞いていたので、ええ、どうにか開眼したいなと思って、あの知り合いの霊能者の方に聞いたら、はい、あのちょっと名前は出せないんですけど、磁気が発生する肩こりとかにいいものを、あ、テッテテラレラン、あ、そうです、そうです、テッテテラレランですね、テッテテラレランが、はい、をここに貼ると開眼するよって言われたんです。聞いたことあります、それ。あ、本当ですか。はい、なのであの、まあ、寝てる時に、普段貼ってたらやばいやつなので学校でも貼れないのではい、はい、なのであの寝ている時に貼っていたらですね、その何日か経った後から、僕は猫を飼っていないんですけども、毎日寝てる間に耳元で猫が鳴くようになっちゃったんですね。鳴き声が聞こえるってことですか。そうです。で目覚ましても聞こえるので、うん、夢じゃない、怖いっていうのが続いたので貼らなくなったんですよ。もう貼らないでいたら、その猫の声も聞こえなくなったっていうのがあって、であの霊感って人それぞれあの能力というのは違って、まあ、聞こえる人間、うん、見える人間とか、あとは最近言うのがあの鼻で匂いですね、 霊臭、そうですね、匂いを感じる人間とかいろいろあるみたいで、僕はもしかしたらそのここにテッテテレレレを貼ったら聞こえるようになったので、うん、聞こえる能力があるのかなと。あの得意分野違うっていう話ありますけど、はい、ミュージシャンでも、ね、はい、いらっしゃるから、やっぱりそういう聴覚っていうところに特化してるタイプなのかもしれないですね、うん、そうかもしれないですね、うん、結構昔からですね、例えば100メートル先に自宅があって、100メートル離れてるんですけど、自宅のテレビの、 あの2チャンネルっていうんですか、あの何もついてないビデオのモードになっているのが100メートル先で分かるんですよ。なんか耳で聞こえてくるっていうことがあって、あ、テレビついてると思って家って帰って2階に登ったら、本当にビデオモードになってテレビがついてたので、それを消すとかいう、そういった日課があったりしたんですけども、なので耳で聞こえる人間なんだなというふうにずっと思ってたんですよ、はい、そしたら意外と最近違うなっていうことが分かったんですけども、あれ、俺耳タイプじゃないかもしれない。そうなんですよ。タイトルを言いますとですね、なんて言うんですかね、蛇になった生き霊というお話を今からさせていただきたいんですけども、ちょっと序章があって途中にタイトル入れるっていう、はい、めちゃめちゃおしゃれな構成ですね。最近の映画みたいな感じでちょっとやらせていただいて最後もしかしたら NG シーンとかあるかもしれないですまあこういう仕事柄、人に見られることが多いお仕事なので、ミュージシャンにしても、まあ、先生にしてもそうなんですけども、いろんな方がファンになってくださっている延長で、ちょっとその好きな気持ちが行き過ぎてしまう方というのがたまにいらっしゃるんですけども、そういった方々がたまに夢に出てくることがあったんですね、うん、はい、で今年の3月に、夢で僕は一人のそういうちょっとなんていうんですか、気持ちの強すぎるファンの方が僕の首を絞める夢を、うん、見たんですね。で僕本当に苦しい、首絞められて苦しい苦しいってなって、苦しさでもう限界って時にバーって起きたら、汗だくで、もう朝方だったんですけども、起きて、あ、今の夢は本当に怖い夢だったな、これやばかったなって汗だくになりながら思って、とりあえず、まあ、汗かいてるので洗面所で顔を洗ってからもう一回寝ようと思って洗面所に行って顔を洗ってる時にふと思ったのが、はい、お化けに首を絞められた夢を見たら実際に首に跡があったと、はいはいはい、あるじゃないですか、そういうのがもしあったらすごいよなというふうに、ちょっとふと昔から怪談とかオカルトが大好きなので思い立って、顔洗って顔拭いた後に鏡を見たら首にあったんですね。へー、はい、ちょっとそちらの写真が今日、はい、すぐにもうその場で撮ったのであるので、今島田さん見ていただいてもいいですか。鏡を写します。はい、嘘だ！もう完全にもう技みたいになってますよね。指みたいな跡になってたんですよ。はあ。こういったのがあったので、ちょっと体に出る体質なのかなって思い始めたんですね。はい。で、とあるまあそういったものを払える方にたまたま出会ったので、ちょっと僕に今何かついてますかって聞いたら、もうあなたの左肩にぐるぐるに、タコみたいにぐるぐるに巻かれた生き霊がついてますって言うんですよ。
で、なんか最近ありましたって聞かれたので、あ、実は首絞められる夢を見て首に跡がありましたって言ったら、生き霊っていうのは、まあ、基本的に取ったところで生きてる方なのでまたつきますよって言われたんですけど、それでもいいんだったら一旦払いますって言われて、で払っていただいたんですよ、はい、そうお願いしますって言ったら、でもこの辺をこの空中の部分を、まあ、2、3分ずっと何かをしてくださっていて、取れましたって言った時にパッてその霊能者の方がこういう仕草をしたんですね、はい、でそしたらそっちの方に玄関があって、その当日は雨が降っていたので傘が 5,6 本傘立てにあったんですけども、その傘が全てバタバタバタってそのタイミングで倒れたんですよ、はい、だからタイミングとして本当にじゃあ何かがそっちに行ったのかと思って、で、まあ、心なしか軽くなったような気がしたので、うん、ありがとうございます助かりましたというふうに言って、で本当にここがんじがらめになって最後までずっとくっついていて、もう離れないようにくっついていたので大変でしたよって言って、ありがとうございましたというふうに言って帰宅して、で、家に着いてもう夜だったので、まあ、お風呂に入ろうと思って服を脱いだらですね、今島田さんちょっと iPad を開いていただいてもいいですか。はい、でちょっと右から左にスワイプしていただきたいんですけど、はい、さっき言っていたタコのようにぐるぐるに絡みついていたって言われていた肩が本当にタコの足みたいに、しかもこうぐるぐるなんかこう、はい、巻かれてる、なんか紐みたいなもので巻かれていた跡みたいな。そうですね。で実際その霊能者の方は僕に触れることもなかったので、こういった跡がつくことはないんですよ。え、もうまさに霊能者の方が言った通りみたいな跡ですよね、はい、そうなんです。その本当に帰った後にこれがついていたので、もうさらにまた怖くなっちゃって、やっぱり体に出やすいタイプなのかなと思って、こういったことってなかなかないことじゃないですか、ね、はい、ないです、ないです。日常でないことなので、ちょっとこういったことが現実にあるんだよっていう意味を込めて、まあ目に見えないものが、実際はあるんですよっていうことを知らせたくて YouTube を始めたんですけども、そういったことをやっているとやはりコメントでも、実際私もこういう体験がありました、自分だけじゃなくて自分だけじゃないってことが分かってちょっと救われましたって方もいらっしゃるので、ちょっと誰かを救えるコンテンツにもなってるのかなと思って、はい、続けているんですけども、確かにこう、ね、自分だけでどうしようって悩んでる方が、はい、あ、同じ経験してるって思うと少しね、はい、ほっともできるし、はい、で情報交換の場にもなるし、そうですね、ところありますもんね、はい、なので活用させていただいております YouTube を。いやにしても今までね、僕もこういうふうに何か掴まれたとか、はい、でなんかそういう夢を見たとかで跡が残っていたっていうお写真見たことあったんですけど、はい、一番くっきり、あ、本当ですか。でも島田さん、これだけじゃないので一旦 iPad 返していただいてもいいですか。どういうことですか。最初に言ったあのまだヘビというものが登場してないので。あ、そうですよね、はい、このお話の一番最後ヘビが登場するので、ちょっと今からクライマックスに向かって行かせていただきます。でその後に、まあ、生き霊がどうなってるよどうなってるよっていうふうに、まあ、定期的にいろんな方が言ってくださってるんですけども、ちょっと前に有名なあの見える方がですねと出会うことがあったので、ちょっと僕今生き霊どうなってますかって聞いたら、あ、前にタコって言ってましたけど今ヘビみたいに僕の体をもうぐるぐるに巻いて 今にでも食べようとしてるよっていうふうに。悪化してません？そうなんですよ、ね、タコぐらいのものがもうヘビ大きな、しかも体全体にこう来てしまってる、はい、大蛇のようになっていてぐるぐるになっているので、ちょっと危ないかもしれませんねというふうに言われたんですね。で、あ、そうなんですか、ちょっとじゃあ僕も気にして気をつけていきたいと思いますと言った数日後に、まあ、学校で、あの僕先生なので学校で、あの普通の教室がある廊下ではなくて、例えばあの数学準備室、英語科準備室とか準備室がいっぱいある、なかなか生徒が通らないちょっと薄暗いあの廊下があるんですけども、そこを僕がジャージを着て先生の格好して歩いていたら、後ろから先生ヘビって言われたんですよ、生徒さんに。はい、でうわーってなってびっくりしちゃって、
でも、まあ、冷静に考えたら、まあ、都会の学校の廊下にヘビなんているわけないじゃないですか。だから、おい、ヘビなんていないだろうって振り向いたら、その生徒は笑いながら去っていったんですよ、うん、で、不思議な生徒だな、けど僕が担当しているあのクラスの生徒じゃなかったので、まあ、こういう生徒もいるんだなと思って、でその日の晩に僕夢を見たんですね、はい、ちょっとそのね、昼間言われた先生ヘビって言われてるのがどうしても気になったのか、ヘビが出てきたんですよ、うん、しかもこんなちっちゃいミミズぐらいのヘビがシュルシュルって歩いていて、このぐらいのちっちゃい、まあ、スーパーボールぐらいの風船を割っていくんですよ。カプッパッカプッパンっていうふうにひたすら割っていくだけの不思議な夢を。不思議ですね。そうなんですよ。で朝起きても覚えていたので、もう不思議な夢見たの面白いなと思って、でその日の晩にまた寝るときにまたヘビの夢見たんですね。そしたら今度はちょっと大きくなってるんですよ。1メーターぐらいのヘビがまたちょっと大きくなった風船をシュルシュルと来て、カプッパンカプッパンカプッパンって割っていくだけの夢なんですね。2日連続同じ夢見るって、まあ、なかなかないことなので、はい、しかも鮮明に覚えてるんで、これ3日目見たらもう話のネタになるんじゃないかと思って、うんうんうん、で3日目夜寝たら見事に見たんですね。しかも本当にもう何メートルにもなる大蛇が、本当に大きい大蛇が大きい風船を割っていくんですよ。カプバーンカプバーンって割っていくだけの夢だったんですけど、また同じ夢だ。そしたら最後にその割っていくだけじゃ飽き足らなかったのか、最後に僕の方を向いたんですね。でもうすごい勢いで僕の方に寄ってきて、最後僕が食べられてうわーって言って目覚めるっていう夢を。何その夢。もうめちゃめちゃ怖くてですね、はい、蛇に食べられる夢なんて初めて見たので、しかも怖くて起きたっていうのが、そのまあ首を絞められる夢以来だったので、また朝方汗だくで起きて、首絞められる夢あ跡があったんだったら、蛇に噛まれる夢を見たなら、蛇に噛まれる跡があるんじゃないかと思ったんですよあって探したら、あったらもうそれこそね、いろんなところで喋れるネタにもなりますし、誰かにはっきりと相談もできるので、ないかなと思って探していた時に手首がかゆいことに気づいたんですね、はい、で手首かゆいなと思ってパッて見たら、突き立ての傷が血だらけなんですよ。え、はい、蛇って、まあ、上2本牙で下1本でこうやってかぶって噛むって言われてるんですけど、ちゃんと2本の傷が僕の手首に3本の牙で噛まれた写真もその場で撮ったので、見ていただいてもいいですか。その iPad すげえっすね。これ2本で、うわー、これが、まあ、2本の傷なんですね。大蛇ではもちろんないんでしょうけど、はい、ほんと蛇の牙がグッてこう刺さったような、はい、刺さったような傷ですよね、はい、結構な口開けてますよね。そうか、はい、これぐらいだからあるってことは、やっぱ蛇の頭もこれぐらいあるっていう、ある可能性がある。じゃあ大蛇ですね。大蛇に噛まれたかのような傷が、やっぱこれぐらいの蛇だっても下もやっぱこれぐらいのもんですもんね。そうですね。こことここってなったら結構大きいですよね、はい、大きいんですよ。これがついていたので、もうすぐ写真撮って、これは島田さんのチャンネルで話さなきゃと思って、なので今日持ってきたんですけども、後日談がありまして。まだあるんですか。はい、今からエンディングに向かいますそれ入れない方がいいと思いますよ一応こっからクライマックスですとか。そうですか、はい、はい、この話をですね、この間生配信で僕ちょっと演奏する機会があったので、演奏の間に、まあ、なんていうんですか、ハーフタイムみたいな感じで僕のオカルトトークライブが挟まってたんですよ。僕当日まで知らなかったので、ちょうどこれ2日前にこれが起きたので、ちょっとじゃあこの話をしようと思って、じゃあちょっと今日はヘビの話を聞いてくださいという形で話させていただいた後から、そのカメラマンの方が、上松さんすいません、ちょっと顔がなんか乱れますって言われて、顔だけがザーッと乱れちゃうので、ちょっと上松さん顔が映んないんですけどいいですかって言われて、あ、でも話なのでいいですって言って、そのまま続行してたら、今度はライトが、まあ、2台あったんですけども、ライトがバタンバタンって倒れちゃったんです
倒れたんですか、はい、三脚なので倒れることはないんですけど、はい、倒れて、あ、ちょっと待ってくださいストップストップって言ってライトを起こしていただいて、じゃあどうぞって言って、ヘビがですねって言ったら、今度はその撮っていたカメラが倒れちゃったんですよ。で全部倒れた後に、で PA さんのその音響さんの顔を見たらですね、蒼白になっていて、でまあトークライブ最後までなんとか終わらせて、で今日ありがとうございましたって言って、で音響さんに、どうしたんですか顔色悪いですけどって聞いたら、いや実は僕の家のそのまあスクリーンでテレビを見ている方らしくて、スクリーンが昨日故障しちゃったんですよ。で故障することは今までなかったのに急に故障しちゃって、しかもまあ画面がフリーズしちゃったと。でその時見てたのがその動物番組で大蛇が大きく映った画面でフリーズをして、でフリーズしてどうしようどうしようってなってる時に電話が来て、あのこういった仕事、こういった音響の仕事があるんですけどっていうふうに今日の仕事にたどり着いたんですっていうことがあったので、もしかしたら周りにもヘビが影響しちゃってる方もいらっしゃるかもしれないので、もしかしたら島田さんも今日大蛇の夢を見るかもしれないですね。本当にまだ未だに継続している、これからどうなるかもわからないという、取りつかれやすい、生き量に取りつかれやすいという僕のお話でございました。ありがとうございます。ちょっと思わず拍手ありがとうございます。本当に一本の超大作もう素晴らしい映画を見終わった後みたいな、はい、うわ、よかったです。もうこれが今から5、6年ぐらい前ですかね、あの名前はもう本人から許可得てるって出しちゃいますけど、武田っていう友人がいるんですね。で武田が本当の昔からそういう星のことに生まれたか分かんないですけど、よく怖い体験とかする人間なんですよ。でこいつがある時仕事が合わなくて転職したんですよね。小さな会社に就職したって言うんですよ。ただあの仕事はできたやつで、もうすぐさまそこでバリバリ頭角を現したらしいです。すると上司からちょっとおいで武田君って言われて、何ですかって言ったら、あのいっぱい仕事できるから新しい仕事覚えてほしいって言われて、だからちょっと本社に研修に行ってくれないかなって言われた。あ、本社ですか、どこですかって言うと、長野なんだけど1ヶ月ぐらい大丈夫って言われた。長野って僕地元ですけど、はい、その長野にある本社に武田は行ったらしいんです、でこの会社でもいろいろ怖いことはあったらしいんですが、はいはいはい、それとは別に当然1ヶ月も滞在するわけですから、会社があのビジネスホテルを用意するわけなんですよね、であの、まあ、そこのこのホテル行ってくれって言われて武田が行ったんですよ。でロビー行って受付の人に、そのどこどこの会社から来た武田と申しますって言うと、あ、伺っておりますよって言われて、いろんな質問をされるんですけど、途中から変な質問をされるって言うんですよ、はい、武田様って言われて、はい、何でしょうかって言ったら、何時頃ご就寝されますかって言うんですね。寝ますかってことですか、はい、聞かなくていいじゃないですか、ええ、10時ぐらいですかねって言うと、あ、さようでございますか、あの武田様はい、あのお休みの日ってありますよね、夜更かしとかされますかって言うんですよ。しないですけど、はあ、武田様はい24時超えてご就寝されることありますかって言われて、ないです、わかりました、じゃあ4階の部屋ご案内しますって言われた何それ、なんか嫌な予感するじゃないですか。聞かれたことないですもんホテルで。で荷物渡して4階エレベーター上がってたんです、はい、6階だったらしいんですけど、ホテル自体は、はい、4階に上がって、でここですって言うと、鍵がカードキーでございまして、かざすとこうピーピーピーってなるんですね、はいはいはい、これで開いたって証拠なんだ、どうぞって言って、普通にシングルベッドがあるシンプルな部屋なんです。でこうゆっくりね、あのお過ごしくださいませって言われて去ってったんです。でそのすっかりそんなことは忘れてたっていうんですね、そこで研修生活をしているうちに。である時研修の終わり際なんですけど、あの
上司から呼ばれてちょっといいかなって言って金曜日の昼だったらしいんですけど、結構思いのほか研修早く進んでるからこのまま行くともう何もすることなくなっちゃうって言うんですね。だから武田君今日昼で上がっていいよって言われて、あ、上がりましたって言って上がったって言って、困ったって言うんですよ。やることないんですよ、金曜日だしお昼だしご飯も食べちゃうことだし、遊びに行くなら土日に行けばいいわけですから、うん、金曜のこの昼に会社からほっぽり出されて困ったって言うんですよ、ね、どうしようって思ってしょうがなくホテル戻ったって言うんです。で自分のベッドでこうゴロゴロしてたって言うんですね。すると暖かい陽気に包まれて気持ちよくなってうとうとしちゃって寝ちゃったっていう。それでビクッと起きたらもうあたり真っ暗なんですよ。溶けばってみると午後7時です。すごい、俺5時間ぐらい寝ちゃった、どうしようと思って、まあとりあえずシャワー浴びるかってシャワー浴びたんですよね。でもご飯も食べたんですよ。さあいよいよやることないんですよね。友達に電話かけても迷惑だし、しょうがなくずっとテレビをぼーっと見てたって。もうテレビも飽きちゃって消してポチ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 スマホでアプリを遊んでる時に気づいたら12時超えてたっていうんですね、はあ、でも本人はまだ気づいてなかったんです。そのぐらいのタイミングでガン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 ノックされるんですよ。はい言って見に行くんですよね。ドアスコープ覗くんですよ。誰もいないんですよ。ん、まあ、いたずらかなと思ってそのまま機密返してベッドに行って、はあ、よっこいしょって座るとまたガン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 ってあるんですよ。はい見に行くんですよ。誰もいないんですよ、うん、なんだよこんな時間、もう絶対次ノックされても反応しないぞと思ってベッドに座ったらピーピーピーってなんです。え、これ確実にカートキーでかざしてる音、はい、おかしい、持ってるのは自分かホテルマンしかいない。でこんな不思議に入ってくるかと思ってベッドからずーっとドア見てたらまたピー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 、どうやら何かがずーっとカートキーかざし続けてる音がするんです。はいはいって言ってまた見に行くんですよね。でパッて覗くけど誰もいないです。でも今回はちゃんと確認しようと思ってドア開けた瞬間うわって寒気走ったって言うんですよ、はい、でバーって見ても廊下の奥隅々まで誰もいないです。何これガッチャン閉めた時にあ今何時ってなったんです。パッと開け見るもう12時半ぐらい、あ12時超えたら何かある、えこれだったのかな、どうしよう、え開けちゃダメだったかなとかいろいろ思いながらまたベッドに戻ったって言うんですよ。絶対ダメだったかも、どうしようどうしようと思ってまたドアの方パッて見たらおおって思ったんですよ。ドアのすぐ横にクローゼットとユニットバスのドアがあったらしいんですよ、はい、それが全開になってるって言うんですね。自分が行った時は閉まってるんですよ。でもずっと閉まった状態なのにこの行って戻ってきて振り返ったこのわずかなタイミングでなぜかクローゼットもユニットバスも全開になってる。いつ開いたって思ったらそれが突然目の前でバターンってしまって中からプシーシャワー流れ始めた。うわ誰か入ってる、誰か来ちゃったどうしよう。でも怖くて出られないんです。だってそこに外に出るにはユニットバスの横通らないといけないわけですから、どうしよう、怖くて動けなくなっちゃったんです。ガタ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 震えてる、どうしようどうしようどうしよう、そうだって思ったんです。このホテルってその自分が行ってる会社がよく使ってるホテルなんで、たまたまこの日4階同じフロアに同僚の方がいたんです、うん、この人に助けを求めようと思って電話かけたんです。何回も電話かけたけど深夜だから出てくれない、うん、でもずっとかけ続けたら出てくれたんです。もしもしって言えば、すいません武田ですけどどうしたんだけどちょっと困ってることあって僕の部屋来てくれませんかね、なんで、あお願いします本当に困ってるんですって言うと、その受診検査が伝わったでしょ、何かおかしなことが起こってる、分かった行くよって言って切られてます。早く来ないかな、ピシーッずーっとシャワー流れたままなんですよ。来ないかなと思ってると廊下ある言葉聞こえて武田くん来たよって声するんです。あ多分ドア開いてるんでそのまま開けて入ってきてくださいって言うと同僚の方がガチャッと入ってきて、え誰か女でも連れ込んでんのお前って言うんですよ。シャワーがずっと流れたままそこに。武田が、あのそれなんですけど何ユニットバス開けてシャワー閉めてくれませんかって頼んだんです。事情を知らない同僚に頼んだって、まあ、それで呼んだのはお願いします、もうガラッあれ誰もいないじゃん、キュッ閉めたらこれでいい、あありがとうございます、誰もいなかったですか、 ありがとうございます、あともう一個お願いがあって、何あの
今晩そちらの部屋で泊まっていいですか。なんで、いや困ってるんです、ダメですか。まあいいけど、ありがとうございます。あ、すぐ準備するんで、ちょっと待ってください。ああ、内側に入ってもらって。あ、でもドア完全に閉めないでください。その半開きです。半開きのままで、そのままで行って、すぐ準備するから、そこで待っててくださいね。って言って、内側に入れて、すぐ準備したってことです。で、充電器だとか、タオルとか、携帯持って、準備終わったんです。終わったんで、できました。で、今行きますって瞬間、バツンと音が鳴って、停電になって、え?と思ってると、半開きしたドアが勝手に内側からガチャン閉まって、カチャカチャカチャ、ロックかかったっていう。閉じ込められた。うわーってなって、道路の方も焦ってる。何これ、いや、こういうことなんです。すぐ出ましょう、すぐ出ましょう。ライト、ライト、ライトって照らしたんです。で、そこから鍵買っちゃったって言って、廊下にバーン飛び出して、ダーッと走っていって、その同僚の部屋に手に入れ込んだんです。ガッチャン。何あれって言ったらね、いや、実は、これこんなことがあってって武田が説明すると、お前それ分かってて俺にシャワー閉めさせたのってめっちゃ怒る。いや、ほんとごめんなさい。なんか埋め合わせするんで、いや、もう別にいいけど、じゃあ、とりあえず、今晩はここで泊まっていいよって瞬間、ピーピーピーって、今度同僚の方の部屋にカードキーかざす音が聞こえるんです。はっ。ピー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 。武田くん、はい。多分さ、武田くん、開けたくない入ってきたと思うんだよね。僕もそう思います。これさ、開けれないね。ピーピーピー、どうしようか。そっから長い夜が始まったっていう、そういう。もう二人とも怖くて寝れないんですよ。ずっとそのカードキーの音聞きながら、ベッドの上でずっとガタ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 震えてたっていうですね。時間が経ってきて、だんだん夜が調べ始めてきた。朝が近づいてきたんです。ここまで来ると、怖いとは違う感情になってくるんですよね。何かっていうと、眠いんですよ。同僚の人が言うんですよ。武田君、何でしょうか。なんで俺ら起きてるんだっけ。いや、こういうことがあって怖いから起きてるんですよ。だよね。でもさ、もう怖くないじゃん。入ってこないし。だからもう、寝ていいんじゃないかな。俺、寝るわって言って、パタンって寝ちゃったんです、うん、マジかよって思ったけど、確かにそうかと思った。だって、怖くないし、入ってこなければ。そうだよ。もっと早く気づけばよかった。俺も寝ようと思って、はぁーって横にした時に、ん?って違和感感じます。なんで怖くないんだろう。あ、そうだ。ピーピーピーって音?もう鳴ってないんだ、いつの間にか。そうだよ。そうだ、よく考えたら、だいぶ前から、あのカードキーの音、聞こえてなかった。なんだ、なおさら怖がんなくてよかったと思って、そのままドアのパッて見たら、ドア全開になって、いつ開いたって思ったら、またユニットバスが勝手にガーって閉まって、プシッ、シャワー流れ始めたんですよ。そこで分かったってんです。これ、開けろ開けないとか関係ないんだ。12時超えて起きてると、どこでもやってくるんだって思って、そのままうわーってなって、武田怖くて、そのまま走って外に逃げたっていう。はい。エレベーターなんか待ってられないから、階段そのままダラーって駆け下りてって、ホテル外出て、24時間営業のレストランに逃げ込んだっていうですね。考えてるの1個だけなんですよ。わずかな日数しか止まらないけど、もうあの部屋にいたくない。部屋を変えてもらおうと思ってます。でもどう言えば変えてくれるんだろう。今あったことそのまま全部説明しちゃって、きっと頭おかしいと思われる。どうやって説明すればいいんだろうってことをずっと朝まで考え続けたって言うんですね。で、8時頃だったんですよ。なんとかこの理由だったら、もう多分大丈夫だろうっていう言い訳を考えついたって言うんですね。何ですか?わかんないですけど、まあ、これだったら生きるだろうみたいなことを考えたって言うんですよ、だから。で、そのままバーってレストランに出て、ホテルに行って、すいませんって言った瞬間、ホテルマンの人は、武田の髪があり、あ、4階の方ですか?部屋変えますか?って言われたって言うんですよ。え?と思ってると、他の階だったら大丈夫ですよって言われて、あ、この人は事情が分かってる。でホテルはもともと何が出るか分かってたんだな。でも今更、あれ何だったんですかって怖くて聞けなかったし、でもあんなホテルがまだ長野で、営業中なんだよねっていう、そういう話を聞かせてもらいましたね。ノックとかはね、ありますけど、カードキーの音、よく考えたらめちゃくちゃ怖いっすよね。ピーピピピーピピ、ずっとかざしてるんだって想像しちゃうと。
当然長野ってさっきから言ってますけど、僕地元長野なんですよ。え、それ長野市の話です。いや、あの詳しく聞けば分かりますけど、でも長野しか聞いてないので。ちなみにですけど、長野市の駅の近くに6階建てっておっしゃいましたよね、はい、それぐらいのホテルでちょっとニュースになったホテルがあって、僕なんかそれがずっとこの辺にあってめちゃめちゃ怖かったんですよ。これ変なつながりかもしれませんね。